おはようございます。即価値家の久保です。今回は暗号通貨ニュースの中で、1月に取り上げたミームコインと呼ばれているね、まあ、いわゆるおもちゃコインでございます。まあ、ミームコイン、おもちゃコインってのはどういうことかっていうと、特にプロジェクトなんてありませんよっていうふうにスタートした暗号通貨のことで、これがね、今暗号通貨の中でブームを呼んでるんですよ。というのが、最初は何のプロジェクトもなくて開発されたコインでも、 ちょっと人気が出ていったりとかね、それから価格の変動とかが見られると、あの、まあ、これオープンソースですから、何か発想もついた人がね、例えば芝居のコインなら芝居のコインに、じゃあこの芝居のコインになんかプロジェクトを与えてみようかなっていうふうに、最初は何のプロジェクトもなかったのに、縁もゆかりもない誰かが芝居のコインを使ったプロジェクトをスタートするってことがあるんですよね。で、この芝居のコインっていうのは、本当に何もないところから同時コインっていうね、 X、ツイッターの X っていうのに、ね、関係している、その、イーロンマスクさんが同時コインっていうのをね、結構押してるわけなんですけども、この同時コインのギャグコインとして生まれたのが柴犬コインなんですよ。要するに同時コインっていうのは、ワンちゃんがイメージなんですけどもね。で、ワンちゃんのイメージに柴犬っていう日本特有の可愛らしいワンちゃんをこうね、関連付けて柴犬コインだってやったら、それがイーロンマスクさんの目に留まって、イーロンマスクさんがツイッターで取り上げたんですよ。そうすると、 何の縁もゆかりもなかったその柴犬コインっていうのがなんとね一気にね1年間で50万倍になっちゃったんですよでそうすると1万円買った人が50億円にまあ資産がなってねものすごい億万長者をその1年で産んだんですよねで柴犬コインっていうのは特定のファンが結構いらっしゃってですねまああのあんまり大きな声では言われていませんけども結構な数の億万長者が生まれましたでその後 利格して法定通貨に変えた後、ガーンと当然ね、価がが下がるわけですよね。で、今の価格に落ち着いたんですけどもここに私が後から目をつけて今年1月にこの柴犬コインを仕込んでおけばまあ数倍からね数十倍は見込めるんじゃないのっていうふうに責任なく申し上げましたでも実際に今1月に買った方,方っていうのは4倍から5倍のね、えー、収益を得て で元金を利確して法定通貨に変えて余剰資金だけで、えー、今ね柴犬コインの値上がりを待ってる状態だと思いますだから柴犬コインが飛んでも元金はなくならないしって感じですよね、まあ、人によっては利益まで確保してそれからあの本当の余剰資金でね柴犬コインに今後の期待を寄せてるって形があると思いますけどもじゃあ柴犬コインこれからね値上がりするかどうかってことを、まあ、考えるわけですよねやっぱりね で考えたところで柴犬コイン見たところで自分がその柴犬コインに直接関わらなければ上がるも下がるも雲ぶ天文になります。でまずはねじゃあその雲ぶ天文をかけてらっしゃる方に一つメッセージそれから二つ目にはどうやったら柴犬コインを上げることができるかお話しますね。まず一つ目雲ぶ天文の方柴犬コインっていうのは先ほどお話したようにねさまざまなプロジェクトがその柴犬コインに乗っかって第三者がどんどん仕掛けてきてます。 そのプロジェクトの何か一つでも当たれば、これは値上がりがバーンと行きますんで、それにかけてね、えー、芝犬コインにある程度の資産を寄せていくのは、そんなにおかしな話じゃないと思いますよ。まあでもね、私が、ああ、冒頭言いましたように、あの、まずね、今年の1月に1万円ぐらい買った方が、今ね、あの、だいたい4万とか5万になってるはずなんですよ。だから、元金プラス1万とか2万、それを利格して、損がない状態で残りのお金で芝犬コインを、 ホールドししたまま放置ととけばいいいんじゃないかなかもう忘れるぐらいはちょうどいいですよ他のあの暗号通貨見に行った方がいいです本当にねでやっぱりこの投資において何がリスクかっていうと全部なくなっちゃうってことなんですよでも自分の元金を利著して外に出せばとりあえずは損はなくなるでしょ全損ないでしょだからそういう状態にしてあとは世の中の流れに任せるってことですね で、二つ目なんですけども、じゃあ意図的に芝居のコインを値上げさそうと思ったら何か方法があるのかっていうとあるんですよ、これは。でもあるんだけども、私これ何回言ってもね、やる人いないんですよ。方法は二つです。一つはね、芝居のコインをたくさん買ってください。たくさん買うと、値上がりするでしょ。うん、だからそれなんですよ。ただ、買えば買うほどリスク高まりますんで、私はこの方法はあんまりお勧すすめしませんね。うん。 であと一人が買ってね値段がどんどん上がるみたいなそんなことは起きませんからねだから莫大なねもう資産を持っていて何百億とか持ってる人が何百億円分柴犬コインに買うっていうんだったら別ですけどそんなお金ないですからねせいぜい買っても10万円勇気出してええやって買うぐらいでしょそれじゃあの柴犬コインの価格は目に見えては上がりはしませんということで2つ目の方法を取ることになります2つ目の方法はとにかく柴犬コインの情報を まあ YouTube とか Twitter とかね、私みたいにバン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 こうね、有名にしていくってことなんですよ。で、柴犬コインが有名になれば、今まで柴犬コインを知らなかった人が知ることになります。知れば買う可能性が出ます。で、柴犬コインを知ってる人がいたら、柴犬コインの発信が増えれば増えるほどね、今度は買おうかなっていうふうな気持ちにだんだんなっていくんですよ。これがザイオンス効果って言います。ですんで私は動画をたくさん作ってるんですよ。そしたら柴犬コインを知る人が増えるでしょ。 知るる人人がが増増ええれば買う人が増えるわけでしょそうなると柴犬コインを上げられるわけじゃないですか自分が資金を投じるよりもこっちの方がいいかなと思ってるんですよ。でまとめるとね柴犬コインの価格を上げようと思ったらお金を使うか手間を使うかなどっちかなんですよ。でお金を使えば結局お金って何かで手間をかけたものがお金に変わってるわけですからあのそのお金をねドーンと出すことによって柴犬コインの価格をチャビッと上げることができるかなってところですよね。でお金を 使いたくない人は手間をかけてこうやって動画を撮ったりとか発信したりとか芝居のコインの新しい情報をどんどん出すわけですよ。それからこれはあんまりお勧めできませんけども芝居のコインが将来上がるかもしれないよみたいないわゆる煽りをするわけですよね。私の場合は煽ってるわけではなくってあの損がない状態まで持っていきましょうってことと芝居の柴犬コインをね試しに買っておきましょうぐらいのものなんでまあせいぜいね1万円ぐらいじゃないかなっていうふうな弱気な姿勢で押してますけども実際芝居のコイン1月ね 買った方、私の放送に影響されて買った方私は1万円って言ったんですけどもその人の判断でな最もねどのぐらいの金額入れた人が多いかっていうと30万なんですよ、うん、1万ですよっつったら30万買ってるんですよでその方は大喜びです今ね100万ぐらい儲かってるわけじゃないですか <laughs> おめでとうございます <laughs> 久保さんのおかげですって言いましたけどもいやいや私は1万ぐらいならいいんじゃないのって言ったところをその人の判断で30万買ってるんですよね中には100万円買ってる人もいましたね 100万円買って、柴犬コイン値上がりしてね。で、まんまと、あの、300万、400万の利益を得てるという人もいます。おめでとうございます。と。それはあなたの力です。ってことでしたね。私は、柴犬コインを買うことによって、えー、暗号通貨の購入にちょっと慣れていきましょう。作業をちょっとやってみましょう。ぐらいのもんだったんでね。うん、はい。ということで、お分かりいただけたでしょうか。柴犬コインの今後の予想なんですけども、 何らかのプロジェクトがが当たれば値上がりするしこれからそういった柴犬コインをはじめとしたおもちゃコインミームコインには第三者がね勝手なプロジェクトをどん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 ね試してくるってこともあり得ますですんで値上がりする可能性は全てのミームコインにあるんですよねいや全てのミームコインの中でそこそこ有名なコインの方が早く当たる可能性があります、えー、でもう一つはね完全に無名で誰も知らないようなコインマーケットキャップの,あのランキングでいうとね6000とか7000とか8000とか1万 この辺に来ると、もうね、どこで買えばいいのか分かりませんし、誰も知らないし、知らせること、それを広めていくことは難しいんですけども、でも安いです。だから上げ幅がすごく期待できます。そんな形で暗号通貨投資楽しんでみに見てください。それでは今回は以上です。お疲れ様です。